大泉整骨院鍼灸院、院長の黒川です。治療を受けた後に、その日の夜あたりに、お酒を飲んでいいかどうかということはよく聞かれます。結論から言いますと、飲んでも大丈夫です。ただまあその深酒をしたり、いつもよりもたくさん飲んだりというのはできることなら避けた方がいいかと思います。普段晩酌などなさる方でしたら、その範囲でいつも通りでしたら大丈夫です。あまり多く飲まれますと、まあ、針でしたら針を刺した場所が、ちょっとズキズキ痛んだり、整体などですと、まあ、押されたり、刺激を受けた場所がちょっと痛み始めたりすることが深酒をするとあるんですね。ですので、まあ飲むんでしたら適量というか、まあ、いつもよりちょっと控えめにはしてほしいなとは思っておりますけれども、飲むこと自体は、大丈夫です。